そういうの言うのやめなよ。本当ムカつくんだけど、寝坊とか遅刻とか言うやつマジでしないネット配信なんだからよ、お前1分や2分とか別にさどうだっていいだろう。師匠待ってました。志村けんさん、メルマガの心配本日で残念です。そうそうね、でも麻布十番で毎日飲み歩いてたらそりゃかかるよ。あの人60年間近くタバコ吸ってんだよ。 COPD っていう肺がなんか大砲っていう肺から酸素取り出す部分がもう風船みたいに膨らんでもう戻れないんだよ。だからああいう病気に肺炎とかになっちゃうともう相当苦しいっていうか、いきなりだからエクモですよ、人工肺ですよ。多分もう酸素吸入とか人工呼吸器じゃ全然ダメだったんだと思います。でさあ内視鏡手術したばっかでしょ。で何年か前に肺炎にもなってるはずなんだよね。だからそういう人が夜飲みに行ったりするとダメだよ。そう、エクモを使い始めた時点で大体 50-50 だって言われてるんだけど、2016年にも肺炎になってるし、もうこの段階で肺が相当やられてるんで、ほらなりますよ、ほら行っちゃダメなんですよ。だからインフルエンザになっても同じだったと思うし、でもね高齢者はまた引きこもっちゃうとね大変なんだよね。それはそれで僕が来るんですよ。だからみんなあれ、あ、俺ビール飲みたい。はいはい、ジュースで、ジュースで、うん、箱じゃないですこれ、水蒸気です。どうアロマみたいに使うんですよ。多分ねこのルフィオのエキスはいいですね。これは無臭のやつですけど、玉川温泉のバージョンとかいろんなのがあるらしいです。いやー